どうも、ヤクモコマチです。戦国姫5オートモケルート続きを始めていきましょう。前回ですね、こちらの、まあなんだろう。果たして、これは本心で、ちょっと、高くなっているのか、それとも何かいたずらを考えているのか、さあどちらでしょう。どれだ？ここだな。ああ。そうだね、手の甲に口づけみたいなのがあるからね、確かに。そしてこの恋人の別れ際にって、私たちもこれから離れるときにはキス、口づけをしましょう。ソーリン様、なんてはしたないことをおっしゃっているんですか。私はソーマに言ってるのよ。ソーマはどう？私と口づけするの好きよね。そんな腰抜けだったの？腰抜け扱い？別にソーマ殿は腰抜けじゃありません。常識があるだけですよ、ソーリン様。そうだぞ、ソーリン様。トツクにはトツクに。ここは日の本なんだから、日の本生まれの私たちは日の本の常識で動くべきだろう。まあそうなんだよね、やっぱり。まあそこまで厳しくしないといけないかって言われるとそうでもないんだけど。日の本を私が連れた暁には恋仲の二人が離れる時には口づけをすることって決まりを作るわ。そんな挨拶なんて無理です。絶対に無理ですよ。決まったら恥ずかしくて困ります。恥ずかしくて困ります。あら、でも猫は結構気軽にチューをするじゃない。あ、にゃおしり的には。猫なのはあの子だけで、私自身は猫ではありませんから、そんな挨拶はしませんよ。まあ直重さんがみんな閉鎖的な、あっちこっちでやるの。そんなんじゃ自流に乗り遅れるわよ。そんなハレンチの自流なら乗り遅れても結構です。もしかしたら直重さんに来られる可能性すら。あ、ソーマ、私から離れるんならほらチューして。兄様、はしたないですよ。兄様、してはダメですからね。ソーリン様、全員から止められてて草生えるわ。ソーリン様、人は犬や猫のような獣とは違います。恥じらいを持つべきですよ。恥じらいを持つべきですよ。だってもっとソーマとイチャイチャしたいのに忙しいんだもん。別れに口づけくらいいいじゃない。みんなの分からずよ、ソーマの育児なし。もうそんなに私をないがしろにするなら出て行ってやるんだから。え、あのソーリンの出て行ってやるはシャレにならない場合があるからな。ソーマ殿、追いかける必要はありません。頭を冷やすには放っておくべきです。いや、やめて。出て行ってやるはちょっとまずい気がするな。そうです、ソーリン様ですから、きっとお腹が空いたら帰ってきます。ソーマ殿は言ってはダメです。ああ、私もそう思うぞ。ソーリン様はいつも飛び出したり隠れても次の食事の時にはあっさりと戻っているからな。いやー、そうですね、今回は違うんじゃないかなと思うんだけど。それ食事時には戻られる方です。そうして追いかけて話を聞いて要求を飲んでしまったことが過去何回ありましたか、ソーマ殿。ソーリン様はなかなかの策士ですからね。この状況も計算のうちで飛び出したかもしれないな。しかしソーリン様のわがままもなかなか大変ですね。
これやっぱり、ちょっと、さて、どうなってるのでしょうか。ソーリン様、あの時、私がいつものことだとソーマ殿を止めなければよかったんです。母上、私も同罪です。ソーリン様なら勝手に帰ってくると思ってソーマ殿を止めてしまいました。まだ拗ねて隠れているのか、それとも何かあったのか。一体ソーリン様はどうしたんだ。いや、せめて当主が外行くときに一人で行かせるのはやめようぜ。自分の国内でも危ねえぜ。当主不在とかやばいでしょ、本当に。はい、農家で。ここが私の部屋ですか。え、待って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 、え、マジで？記憶喪失、ここに来て。すみません。やはり何も思い出せません。思い出せず申し訳ないです。早く記憶が戻るといいのですが。マジか。本当に申し訳ないです。いろいろと手を尽くしていただいているのに、一向に思い出せないなんて。悪いのは私です、ソーリン様。私があの時にソーマ殿を止めなければよかったのです。母上、ならば私も同罪です。それに私はソーリン様を大事に思って追いかける兄様を少し面白くないと感じてもいました。私もいつものことだとソーリン様を放っておくように進めてしまった。皆の物言いを止めなかったことが今さらとても悔やまれます。皆さん、私のために本当にありがとうございます。でも、もう私のことは忘れてくださいませんか。私はもう当主の大友総理には戻れません。記憶がなくては家のためにも国のためにもできることがありません。だから私のことは諦めてください。おう、総理、思い出すするどうして諦めるするにゃん。総理はそんなこと言うする違うにゃん。おしげさん、ありがとうございます。でも無理なものは無理ですよ。こんなに愛されて大事にされるソーリンという人物が私の中にないんです。ここへ戻ってきてからいろいろな人に会って、自分が過去どれだけ人に慕われていたのかを知りました。こんな抜け殻、愛してもらうのは申し訳ありません。私は別人として生きていきます。だから皆さんもどうか他の当主にふさわしい方を探して。ソーリン様は当主らしいことなんてほとんどされていません。
だから思い出せるまでここにいてください。戦も祭りごともあなたがいなくたって何とでもなります。ひどい言われようだな。それはそれで普段の仕事に何の問題がなくても、でもソーリン様が城にいないのは嫌です。あなたも大事な私の姉なんです。ソーリン様、どうか悲しいことを言わないでくれ。でも私は、ソーマ、ソじゃあソーマ、これからはいつでも口づけしてくれるのね。別れの挨拶のキッスももちろんしてくれるのよね。記憶？一体何のことかしら。ここまでがいたずらですか。しかして記憶のなかった演技だったんですか。ん？え？なんで中庭なんかにいるの。私、謁見の間にいたはずなのに。ソーリン様はどうも記憶が混乱しているみたいですね。記憶が戻ったのならそれでいいじゃないか。これでいつも通りだ。意外なことがあるもんだ。ソーリン、戻れする、よかったにゃ。ちょっと、ごめん、でもなんか変よ。なんでそんな泣きそうな顔で笑ってるのよ。何があって記憶喪失だったのかすごく不思議なんだけど。ないんだけど、悪くない雰囲気だし何でもいいわ。だって別れの口づけをしてもいいんでしょ。あら、またあんな騒動になるくらいならソーリン様とソーマ殿の口づけで乱れる風紀くらい目をつむります。普段からいたずらばかりの二人ですから、今さら口づけくらい気にすることないですよね。見てしまうのは恥ずかしいが、二人は恋仲なのだから、二人が納得してるなら私は口を挟まないよ。自分もしろと言われたら困りますが、お二人の約束ならば良いと思いますよ。本当になんだか一気にさっきと態度が変わったわね。狐につままれた気分だわ。うん、いやこういうのもあるんだね。いや、それはまた。うん、いってらっしゃい、ソーマ。あ、でもあれ？これが入ったってことはもう一個イベントが来るってことですよね。まあでもこの手のイベントって大体あれだよね。ほら、はい、黒田官兵衛ですね。待って、官兵衛さんとの会話はどうだっけな、俺どうだっけな。あ、待って、この辺あんまり俺徴兵したくないんだよな。あ、間違えて持ってないに徴兵しちゃったけど、この辺あんまり徴兵したくないんだよ。一歩一歩切るんだよ。最悪な場所なんだよあれ。最悪でめんどくせえ場所なんだよあれ。んで、徴兵に関してはここもだいぶ減ったな、徴兵効率。うちの徴兵効率上がった？大成功ですね。あ、まだか。もうちょい放置てか、住民感情が戻るのを待った方がいいな、これ。一旦
それよりも、せっかく強い光秀さんが鉄砲を持ってないのは、有識自体で渡しておこうではないか。で、前回いただいた高虎さんと、物質部にも一旦、本章は渡しといて、楽一楽座をしましょうか。私に任せてね。いや待てよ、ちょっと待て。聖域が高い人で、じゃあ女子姉に楽一楽座してもらって、必須 E を高元にしてもらおう。坂本のとこもだいぶ、なんか、治水もだいぶ落ちたな、一気が起きて。いただけない感じですね、これは。とりあえず、吉川さんに会いに行って。小競り合いを止めに来たのか。苦手な人、なかなか聞いたことないけど、いるもんなのかな。いるもんはいるだろうけど。前にお腹壊しちゃったことがあってさ、原因は違うのかもしれないけど、それ以来ちょっと。本当？じゃあお願い。天城様、吉川様、いかがですか。当家のおもてなし、お口に合いますでしょうか。心ばかりですが、精一杯ご用意いたしました。大丈夫。すごく美味しいよ。特にこの鮭なんか塩が効いてて。そうですか。それはようございました。さあ、どうぞ天城様も一献。まあ仕方ないとはいえ頑張ったね、吉川さん。頑張るんだね、食べるんですね。なんかお腹痛くなってきた。そうもいかないよ。こちらの上司が良かれと思って用意してくれた。しかも主催だよ。残したりしたらきっとがっかりさせちゃう。まあ痛くなることはないはずだけど、うん、一応変なところかな。難しいとこだよね。厳しい、今厳しすぎではあるかもしれないけど。ありがとう。お、来たか。奪い取って食ってやる。優しいのか、それは果たして。いまいちピンとこないが、まあいいだろう。あれ？皆さんも俺もしかして最後までいけてないの？あ、でも、これ知らねえわ。この、ヒデユのおかげでっていうのが。というわけで、釣りのコツを教えたお礼に、おにぎりをもらったんです。それで、今度は一緒に、みんなで釣りに行くことになって。それから、蜂蜜をクリアに持って行ったら、すごく喜ばれて。今度、水蓮儀作りを手伝ってくれることにもなったんです。まあ見た目もすごく可愛いし、てかそんなに悪い子ではないからね。相馬さん、本当にありがとうございます。
こうしてみんなに信用してもらえるようになったのも全部ソーマさんのおかげです。教えてたもん、この子あのみんなに良かれと思って教えてたことだしね。ソーマさんの言葉もそうだし、いろいろと周りに働きかけてくれたのも知ってます。私きっとソーマさんがいなかったら今の一人だったと思うんです。だから私ソーマさんにお礼をしたいんです。どうか内垢の盆を受け取ってもらえませんか。横の盆、浮竹の家宝で、家宝出てきた。そうですけど、みんなに受け入れてもらえたのはどんな宝物や大金でも足りないくらい嬉しいことでしたから。私はよくしてくれたソーマさんにお礼がどうしてもしたいんです。心を込めた贈り物ですか。お、わかりました。何もらえるんでしょう。お金をかけずに心を尽くしたお礼ができるように何か探してみます。時間はかかるかもしれませんが、きっとソーマさんに喜んでもらえるものを考えます。だから楽しみにしていてくださいね。よし待ってよ。戦闘に行きますか。配置替えをして、まずは豊久さんたちも動かせないけど、まず長速壁と川野さんをこっちに持ってくるでしょ。で足利がそこに行くから、島津の2人、待って、朝倉がそこにいるな。てたんです。あー待って、4000の吉川さん一人ではそれはきついな。誰か持ってこよう今すぐ。今すぐ持ってこよう。お母さん持ってくる。お母さん助けて。お母さん娘のピンチだ。安倍島さん側に関しては何なら一人で防衛しきれるんじゃない説があるんだけど、今なら、あ、今現状だったら一人でもね全然こと足りるな。ここに兵はいらない。あ、でもここに兵はいらない。なんか外でなんかクラクションが鳴ってますな。ちなみにこの辺りって消防車も近いんでね、意外に救急車とか消防車とかの音もたまに聞こえてたりするんですよね。皆さんあれですよ、冬なんでね、あと特にインフルエンザが最近流行ってるそうなんでね、気をつけましょう。これたまに言ってるんだけどね、俺自身が去年は結構風邪とか、風邪ではなかったけど、まあいろいろあったし、病気関連は去年ちょっと多かった気もするなぁ。まあ、みんなも気をつけようね。これ、あ、結局さ、右に回してもいいかな。長径動かすの俺はあんま嫌なんだよ。で、ドセスさんは、それでどうにかなるよね、ドセスさんだし。ダメかな。それは期待しすぎか。あって、これ、義経と高虎ここに出せばさ、内政足りるじゃん。あったな。三伏さん、向こうに持ってこなかった。くじったぜ。あ、まあ、よくあることだ。気にするほどのことでもないだろう。さあ、朝倉側と正面から真っ向からやり合いましょうか。鹿賀さんたちは下に降りましょう。旗の毛を取り潰し。トーマくんたちは右下。
川野さんと同窓壁も右下に進行。島津の二人がね、このまま上に進行して叩くってのどうだろう。下に降りてくる予定の相手を、ショーンたちは上に、小節さんも上に、明智さんたちは一人ずつで行こうか。明日はまあいいや、一人ずつでこっちの城かな。そうだね。そしたら明智さん戻せるもんね。右下の敵がいるかどうか気にしてないからあれなんだけどさ。よし、オッケー。また来た。マジ、ちょっと、同節さんそこから動かさせてくんね、お前ら。同節さんたち、同節さん忙しいんだよ。わかりました。いつでも行けますよ。今度の投手は六角さんか。あ、間違えたわ。間違えたし、そこも間違えてるわ。適当に動かしすぎだ。あった、しまった。はい、出ますよ。行きます。余裕、それぐらい悪いもんだぜ。飛ばしますよ。はい、撃破。物体は撃破。他の分体はちょっと下がったり上がったりしながら調整しよっかなとも思ったけど、これでどうでしたろ。覚悟をしてください。痛くも痒くもないです。あら、突っ込んできた。魔法の力、大戦千鳥しましょう。ダッシュ。飛ばしますよ。突撃です。飛ばしますよ。飛ばしますよ。はい、ガンガン行きましょう。はい、撃破。さあ、六角さんもできたら一撃でやっておしまいなさい。おっと、一残り。なんで峰打ち、そこで。オーケー、ゴーレイ。レッツゴー。ウデイ。これでやれない？オッケー、やったー。鉄砲一丁だからちょっと今危ねえなと思ったけど、まあやれてよかった。というか、そもそも考えたんだけどさ、みんな準備はいい？なんかどこもかしこも攻められてんな。あら、朝倉さん、私の本気見せてやるんだから。朝倉さん、その兵力で向かってくるとは。鉄砲隊、愚かなり。もう終わりですか？雨か。もう隣前でよっか。私強くないですよ。何されましたか？されましたか？前出てでも殴るぜ。火だらけですよ。突撃あるのに、この兵力なら。ちょっと恥ずかしいかも。次、朝倉さん、ゲッキハオ。帰っていただきましょう。さようなら。俺はまあ確かに若干宇宙より兵力多いけどね。ちょっとそれは、ね、無理しすぎだと思うな、俺。突っ込んでくるのは。上が朝倉のせいで遅れてて、下が六角のせいで遅れてるな、進行が。微妙に道哲さんのところも意外にちょっと必要なところで止められてんだな、あれ。城を攻める。城が落ちた。はい、オッケー。城が落ちたぞ。
まあ別のところからじわじわ入ってってるからなんとかなるとは思うんだけど、あと鍋島さんが止められてないから意外に右には進めてるしね、大和側には。私の策が一番上手でしたね。そろそろ地水開拓しないとダメかな。地高意外に低いよな俺。あ、760って。引きこもって勝て。まあこの結果は見えてました。島津が中央というか防御したんだけど、朝倉軍をたまたまなんだけどね。あれ、石高側の内政を進めないと天下統一までのあれが長めきそうだな。決して少ない、まあむちゃくちゃ少ないわけでもないけども少なめではあるんだよな。どうあがこう。ほらね、私が言った通りすぐ落ちたでしょ。すぐ落ちたでしょ。ああそう、こっちろーん、こっちろーん、こっちだーん。強敵揃いでしたね。ちょっとやべえかなと思っていた。お疲れ様でした。後ろ六角じゃないことは確かだな。武田が今二つ三つだったな。48ターン目、吉川さんが強襲突撃、強襲効果プラス30、あれ50だったか。はい、や、これがあまりにも使わないスキルの一つです。六角家は六角、あお父さん倒したか俺もしかして、どっかで今もしかしてここで倒した、ここくらいだよね今殺したの六角軍。まあまあまあいいでしょ。では、今回はこの辺りで終わりにしましょうか。まあまあいい感じにじりじり攻めれてるんじゃない。ちょっと進行が遅れてる部分もあるけど、まあなんとかなるでしょう。まあ、次回からもね頑張っていきたいと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。